サザンオールスターズの桑田佳祐、65、が21日、4年ぶりに開催している全国ツアーの埼玉スーパーアリーナ公演を行った。同所でのステージは9年ぶり。生まれ故郷の埼玉に帰ってまいりました。飯能のムーミンと戯れて、ここまで大きくなりましたと、神奈川県茅ヶ崎市出身のスターが冗談を交えて挨拶。この2年の間、大変な世の中でした。再会できて嬉しいですと、最大収容人数の半分となる 11,250 人の観客に呼びかけた。コロナ禍で1万人を超える動員は自身初となった。ブランクを経ても桑田説は絶好調だ。皆様に黙っていたことがありますと切り出すと私、高齢者になってしまいました。2月に、65チャイ、歳、2と報告。頻尿、物忘れに排尿障害。2階に行ってなんで2階に来たんだろうということもしばしばと自虐的に繰り出し、笑いを誘った。10年に食道癌を患って手術を受けているだけに一度病気もしたのでありがたいという気持ちもありますと、年を重ねることに幸せを感じている様子も伺わせた。東京五輪の民放共同企画応援ソングのスマイル、晴れ渡る空のように、や、17年のNHK 連続テレビ小説ひよっこの主題歌若い広場などを披露。高齢者を自称するが、汗を浮かべての若々しいパフォーマンスは相変わらずで、しゃがれた個性的な桑田ボイスでファンを酔わせた。埼玉公演は前日20日にも開催され、この2日間の模様が来年1月3日にオンライン配信されることが決まった。今ツアーは12月31日の横浜アリーナ公演まで残り4公演。最終日は恒例の年越し公演として開催予定で、高齢者、桑田が年末まで列島を熱くする。